まずですね、スマホは依存性の高いドラッグっていう話からします。平均でですね、10分に1回、僕らスマホを見ている。10分に1回見ててですね、1日2600回ですね、触ってるそうですね。これなんかね、かなりね、意外でした。えー、思ったより多い。今日のですね、お題はあの、スマホ脳です。えー、著者のですね、アンディシュ・ハンセンという人はですね、スウェーデンの精神科医です。えー、実はですね、スウェーデンというのは精神医療大国でですね、この10年間ぐらい、 やっぱりね、精神科医とか心理学者の中でも、このスマホをあんまり使ってると、心に悪いんじゃないか、体に悪いんじゃないかというふうに考える人が増えてるんですよね。なぜこんなに、まあ、触っちゃうのが依存性が高いのかっていうと、人間の脳っていうのは、だいたいまあ、100万年ぐらいかけてですね、進化してきましたよね。だから、その人間の脳っていうのは、狩猟時代。 です。農耕が始まったのは多分7万年ぐらい前だったと思うんですけども、だから人類の脳っていうのは狩猟時代にセッティングされてるわけですね。なので狩猟時代といっても動物を狩るというよりは木の実を取るってことがほとんどだったんですよ。で、たまにしかね、あの、実がならない木。例えば高い木の上に実がなっていて、下から見ても実がなってるかどうかわかんない木あるじゃないですか。登って実があるかどうか見て、で、なかったって降りる。 で、何回かに一回会ったら、うわあったーって喜ぶっていうのがあるんですけども、自然から得られるものっていうのは割とこういうギャンブル性が高い。例えば、ここで魚が取れると分かっても、いつも取れるわけではなくて、やっぱたまに取れるところ、そういうふうなものを人間っていうのは過剰に評価するように脳がなってるそうです。これはもう、狩猟時代に長く生きてたからですよね。えー、ギャンブル、人間が夢中になるのはこれがベースなんですよ。だから、 ギャンブルっていうのは意志が弱い人がなるんではなくて、狩猟時代に人間の脳がセッティングされてるから、そういうギャンブル性があること。例えば、木の上に登って木の実があるのかどうか確かめる奴の方が生き残れるわけですね。生き残ってる人間というのはみんなギャンブル好きになってるわけです。だからその時にですね、そのギャンブルをすることだけで僕らの脳内には快楽物質が出るようになってる。 こういうふうなですね、ギャンブル好きの脳に、まあ、100万年ぐらいかけて僕らの脳というのはセッティングされていると。で、スマホからの情報っていうのは、このギャンブルと同じでですね、例えばメールが来てるという通知があったら、そのメールはほとんどは大したことがないなと分かっていても、その大したことがないなと分かって開くだけで、実は僕らの中には放射系のホルモンが支払われてるんですね、脳の中には。これはね、あの、狩猟時代に作られた脳が、実際の獲物と、 そのスマホの中のデータ、バーチャルなデータの見分けがつかないんですよ。だから見分けつかないですよね。だって脳はこんなスマホなんていうのがある100万年も前から進化してるのでですね。だから生き残りをかけた、なんかそういう生存をかけた獲物と、なちょっとした LINE とかちょっとしたメールっていうふうなものを同じように評価しちゃうわけです。だから僕らは10分おきに見てしまうんだ。ツイッターのアプリとかで、なんだろうな、あの、スワイプするじゃないですか。 え、なんか新しいデータで、例えば検索しようとしたら、画面をそのままタッチするんじゃなくて、一回スワイプして下げるんですけども、あれ実は本当はツイッターの更新しても何にしても、もうちょっと早くできるそうです、ね。ところがあれをあんまり早くしないのは何なのかっていうと、その、もうね、あの、ギャンブルとか散々ですね、えー、マーケティングされてるので、コンマ何秒待たせると人間の期待値は最大に達して、そして人間の中、頭の中の快楽物質っていうのは、 ハッと出るっていうのがもう分かってると。それに合わせてセッティングされてると。つまり、IT 企業っていうのはそこら辺のことを分かって仕掛けてるんだけども、ところが僕らそれがこういう原理を説明されても多分見ることはやめられないわけですね。で、おまけにですね、僕らの中のかなりの人は1日6時間以上見てると思います。6時間以上スマホを見てる人にですね、あの、これ心理実験だったか精神科の実験なんですけど、はい、あのスマホを渡してくださいって言って、 どのくらいでストレス感じるのかというと、10分間で禁断症状が出てくるんですね。で、えー、これってギャンブル中毒の人と全く同じだそうです。まあ、そんなこと言ってもですね、依存症になるリスクっていうのは、まあ、アルコールもそうですし、まあ、スマホも。 そうなんですけど、世の中にいっぱいあるじゃないですか。ただし、大人でもビールを毎日5本飲んでると確実にアル中になりますよね。同じように、大人でも毎日スマホをですね、5時間触るとですね、確実に依存中になると。でも、未成年のですね、スマホとか、あとパッドを禁止する法律というのは今のところないんですね。で、で、これで精神科医とか自動心理学者が危機関を持ってきた。というわけで、研究が年々盛んになってきてるわけですね。で、 じゃあ、依存症になったとしても別に悪くない。依存症になるということは逆に言えば使いこなせるということだと。いいんじゃないかって考えがあるかもわかんないですけども、依存症になると何が悪いのかっていうと、スマホはね、人間の能力を下げるということがわかってきた。で、この理由というふうに言われているのが、マルチタスク。つまり、ながらなんですね。スマホを見ながら何かするっていうふうなことを覚えてから、人類全体の知能指数が 10年ごとに6から7下がるという偉い事態になっています。脳はマルチタスクの最中にドーパミンを出すんです。えー、これなんでかというとですね、その目の前の獲物とか、目の前の例えば果物を取ることとかですね、水を飲むことに集中しちゃうと、動物に、いや肉食動物に襲われるからですね。 何かに集中して夢中になっているような人間の祖先はもう全部食われていなくなっていってるわけですね。そうではなくてしょっちゅう気が散ってチラチラ周りを見てる奴の方が生き残ったと。しょっちゅう周りをチラチラ見て何か変化があったら脳の中にやっぱりっていうですね。 快楽物質であったり、あとは不安をかき消す物質が出ちゃうんですね。こういうふうな脳の構造になっているからですね、こういうマルチタスク的なことをすると、まるで作業効率が上がっているかのような錯覚を感じている。ところがそれを冷静に実験して確かめてみると、そういう人たちにマルチタスクをやらせない環境でした方が、実は作業効率がいい。じゃあですね、スマホをですね、 まあ、見なければいいのか、触らなければいいのか、ということになるんですけども、またこれもですね、いろんな実験やってるんですよ。大学生500人を対象にしたテストで、いろんな状態でスマホに触らせないっていうのをやってます。教室の外にスマホを置いてきたやつの方が点数が高いんですよ。でこれもですね、理由がちゃんとわかってて、つまり、ポケットの中にあるだけで意識しちゃうんですね。 で、そうすると、そのさっきも言った原始状態の時のですね、まあ常に注意を配ってなければいけない、何かに変化しなければ生き残れないっていう、その注意力分散のマルチタスクっていうのが出てきてしまって、ポケットの中のスマホをですね、無意識に数分に1回とか数十秒に1回意識して、いや、見なくていいんだ、見ちゃダメなんだっていうふうな形で押し殺すわけですね。この押し殺す脳の処理容量が、実は脳全体のですね、処理の 10%近く取ってるそうなんです。スマホを無視するというコマンドが処理力をこう奪ってるわけですね。それに比べて、あの、教室の中に持ち込ませなかったやつは、ただ単に物理的な距離があるだけなんですよ。ポケットの中か教室の外かなんて変わんない気がするじゃないですか。でも、それだけでテストの点が明らかに違ってきてると。で、なんでかってと、スマホとは常に新しいこととか、あと、注目すべきことっていうのを教えてくれるわけですね。なので、 処理量の何%、パーセント、脳の処理量は常にそのスマホ、新しいことを教えてくれるものに対して割り合ってしまうんですよ。あの、まあ、いわゆる常駐させてる重いアプリと同じですよね。いや、なんか、そんな仕掛けになってたの僕らの脳みそって思いますよね。しかしですね、その、まあ、能力を下げると分かっててもですね、スマホは原始時代の僕らの脳の中のプログラムであるですね、常にマルチタスクであれっていう命令を やっぱね、守ろうとするんですね。さっき僕は、えー、スマホの中に何か情報があるんじゃないかと思うことで脳の処理力を使ってしまうと言っていたんですけど、脳の処理力を使うと同時に、そのことを思い出すことによって軽いドーパミンが少しずつ出てるんですね。で、えー、それによってですね、その注意力をさらに奪わせようとしてるんですけど、だから、 人間っていうのはですね、ちょっとでも暇があったら、スマホを見ちゃうというのは何なのかというと、暇があったら見てるではなくて、10分以上経つと、脳内のストレス値が上がってきて、スマホを見たいと思っただけで、1段階目のですね、放射物質が、つまり、報酬ですね、脳の中に放出されてしまう。で、その中で、 何か自分に役に立つ情報があったら、最大値の放射物質が出て、やっぱり見といてよかったっていうふうになっちゃうんですね。そんなもんね、中毒に何決まってんじゃないですか <laughs>。さて、ここまでですね、僕はこのスマホの話をですね、連続してだいたい25分ぐらいやってます。えー、皆さん何回ぐらい見ましたか <laughs> <laughs>